こんにちは。こんにちは。チロピノです。はい、今回はですね、前回ナイトルーティーンの動画が高評価がなんと今4900ついてて、かなり好評だったんで、今回はですね、花火を見に行くカップルの、ルーティーンをお見せしたいと思います。はい、この動画が好評だったらまた次のルーティーン系を出したいと思うので、今のうちにチャンネル登録、高評価、通知をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあスタート。やばい、仕事だ、やばい、遅れる、やばい、やばい、仕事、眠たい、やばい。今日お休みだよ。あ、本当だ、やっちゃったよこれ、勘違いした。でもな、ピノ、早起きってのは大事だぞ。まあ俺は寝るけどな、おやすみ。よいしょっと。ということで、皆さんおはようございます。ピノが起床しました。んー、よいしょ。やっぱり休みの日って目覚ましないから最高。一回チロルに起こされた気がするけど、気のせいかな。あー、昨日寝るの遅かったから眠すぎる。でも今日は花火大会だから起きないと。まず横に寝てるこのおしゃぶり変態野郎、あ、間違えた、チロルを起こしたいと思います。起きろチロル。あー、うー、ってことでおはようございます。みんなの心のアイドル、チロル、起床しました。まずはカーテンを開けて、あー、もう眩しい。体のそこら中に日光が差し込んでくる。このズキズキした感じがたまらない。ということで今日はですね、花火大会なので、早く着替えて、早くご飯も食べてね、ピノと一緒にお出かけしたいと思います。さあ行くよピノ。俺は片足で歩くことができるのさ。はい、ということでピノのウォータークローゼット、略して WC、 日本語ではトイレっていうのかな。この家にはね、まだ洗面台がないんだよね。本当に不便。シャワーを浴びてこよう。ふう、すっきりした。顔もちゃんとチェックして、お腹空いたからご飯食べに行こうっと。おーい、チロル、あれ、何してんの。チロル、歯磨きと顔洗った。え、歯磨きと顔。何言ってんのピノ。俺のことだよ。俺は清潔だから、そんなのはしなくても綺麗だよ。こいつダメだ。はい、朝食作っていこうかな。いや、もう昼だから一緒にしちゃおう。冷蔵庫の中を、あれ、何もない。いや、何もない。どうしよう、買わないといけないな。どうしようかな。とりあえず手を洗って。何してんだこいつ、こいつ寝てんのか。おい、あ、まあいつもの日課ですね。そんなことがあろうかと、昨日の夜に野菜炒めを準備していたのですね。これを温めてご飯を継ぐだけで完成。計画的な女性って素敵。さあ、浴衣に着替える準備と。あれ、ピノも着替えてんだ、早。よし、俺も着替えるか。はい。いやー、すごい似合ってんねピノ、それ可愛いよね。え、俺の方が可愛いって。ちょっと、そういうの言われても調子乗らないタイプですよ俺は。はい、ということで花火大会の会場に着きました。すっごい人、すっごい賑やか。
常吉さんが屋台を出していたのでくじを引きたいと思います。この人当たり入れてんのかな。はい、なんとですね、お祭りに屋台が出てたので屋台巡りをしたいと思います。この風船はですね、さっき常吉のおじちゃんからもらいました。赤とピンク可愛いよね。これなんとですね、たこ焼きとかね、かき氷とかおなじみの屋台が出てるので、もぐもぐタイムですよ。おいしい。右がね、マスターかな。真ん中にカビゴンがいる。一番左にあれジャスティンかな、ジャスティンの頭がちょっと見えてんだな。あれ、そんなことよりも花火が始まっちゃったので特等席にゴー。ピノ、こっちこっち。うわ、高っ。ここ特等席取っといたのよ。これうわ綺麗だね。これ綺麗。うわすごい、すごいリアルね。うわすごい何これ、こんなにさ花火打ち上げてくれんだ。すごい。ウェイ、もっとあげる、すごい。もっといっぱいあげろよ。もっともっとあげてくれよ。いや、いいですね、やっぱりこういうのね。ピノさん、砂浜でさ、花火やらない？やる。行こうぜ。花火ということで、手持ち花火で2人で砂浜で遊んでます。めっめっちゃ綺麗。これこのなんだろう、砂浜で花火打ち上げ花火見ながら手持ち花火、夏だね夏。今はねこんな時期だからできないけど、本当はあつ森以外でもこういうことやりたいなと思います。よいしょよいしょ、次は置いてするやつ。うわーすごい綺麗。あれあれ、すぐ真っ黒焦げになっちゃった。なんか持ってたのと違うぞ。まあいいかこれなんだろう、これストローだったかな、懐かしい。これよくやってたちっちゃい頃って感じで、今ねストロー吹いてます。ピクピクピク。最近思うんだけど、これ何が楽しいんだろうって大人になっちゃったな俺も。今日の花火大会は終わりです。さあお家に帰りたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、今回花火を見に行く一日、また見たいなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。お待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok もやってるのでぜひフォローお願いします。お願いします。それじゃあバイバーイ。